まあの非常にわかりやすいあの私がこの活動をしてきてえもう何年も経ってますから反応を見るとすごく分かりこの人はこういう思想なんだなみたいな感じでねだから普通に普通にねあの斎藤健一郎筆跡疑惑ねこの動画に普通は反応してこないですよ <laughs> 今までの感じからするとね反応してこないけど反応しちゃったらそれなぜかっつったら 彩香ちゃんがゾンビじゃないからなんですよ。彩香ちゃんがゾンビじゃないから反応したわけ。私の字じゃありませんって反応したわけね。その後に、ね、それをぜなな、なんかね、矛盾を秘めた形で、スケルトンじゃない、ぼかした形で反応したのは、指先がゾンビになりかけてるからね。これ、ゾンビっていうのはあの、物理的なゾンビじゃない、腐ってるっていうことじゃない。わ、まあね、かりやすいからゾ,ゾンビって言葉使ってるんだけど、 不正な会計があると思っていてそれを正すために代表にいますっていう言ってるんだけどその言っている活動が一切されていないしそのツイート自体の二面性があってそれが矛盾してるから本当にゾンビであればそもそも私の字じゃありませんというツイートはしないわけ。 だゾンビじゃないから私の自由じゃないですよって言ってくれたわけ、あやかちゃんはね。私、だからバ、バッテンにしてるでしょ私。あやぴー、あやぴー、ばッテンにしてるわけ。本当のゾンビじゃないから。だけど、その後に言ったことで、あ、指先ゾンビになり方、指先腐ってきてますよ、みたいな、なってるわけね。じゃあ、その時にやっぱパパピー入れておかないといけないよねっていうのを、一つの、 動画にし、一歩の動画にしたいと思います。本日2023年の6月17日土曜日、大審議会の大浅大しでございます。<laughs> えっとですね、これ高沢さんという方々、えーえー、前回のこのスケルトンにしてくれないというやつにコメントいただきまして、まあ、これちょっと長いですけど、皆さん読んだ方がいいと思いますけど、まさしくこういう疑問を 思ってるわけこれ高沢さんだけじゃなくて私も当然共感しますし思ってますし、ね、あのもう他の人もライブ配信で私以外の他の人も思ってるわけでそこを前面に思ってる人はそういうコメントくれるんだけどそれ以外は多分ほとんどゾンビの手下ね <laughs> SNS マフィアがほとんど来てるわけわかりますか3000人ののうちの 3,000人っつってもほとんどが小倉美咲さんの件だと思いますけど小倉美咲さんの件を除いた場合の、ね、ほとんどが多分数十人がこの高澤さんと同じような、えー、考えを、まあ、簡単に言うとね大津さんってスケルトにする人なんだけど今スケルトにしてないよねってこと <laughs>、ね、それが今回の斎藤議員の筆跡疑惑事件で分かってるわけ。 でそ,うそう考えてくると、その大津さんサイドの後ろ側にいる人が、ね、大津さんを使っていろいろ繰り広げてんだけど、その後ろ側にいる人が、その立花さんサイドとつながってるんじゃないかということね。ね、そういう可能性があるので、一応ですね、パパピーも、パパピーも入れておきました。今のところ、腐ってないゾンビじゃないので、アヤピーはバツね。バツ <laughs> あと、タチピー、やマピー、ケンピー。で、ケンピーが怪しいですよっていうふうに揺りすながら来たから。ね。そのケンピーじゃないですよっていう否定はしてないわけ。ね。斎 <laughs> 藤さん気にしてないだけでしょ何かわからないけど。大津彩香さんのツイートを持ってきて、気にしてませんって言ってるだけだから、私の字ではありませんって言ってないから。これをもし斎藤さんがやってて、私の字ではありませんって言ってあ、私の字だった場合、ね。 政党女性室とこうやり取りしている中で、斉藤さんが持ってきましたよ、私が目の前で斉藤さんが帰ってましたよとかって分かってきたならば、もしね、ね完全に国民を黙らかしているということになるわけね。あ、これ言ってるのは、これ、政党ですから、法律を。 作る側の人たちでしょだから福永勝也先生の一本前の動画のあのね、山、え、村、ー、チャンネルさんのその、えー、綾野剛の裁判の判決文に代表者は大津やかでなっていましたよっていうのに対するね、えー、見解動画が、まあ、クソなんです。クソなんです、あの動画ね。何を福永弁護士が何を言ってるかというと、 ね、法律を学んでない人たちは、えー、分からないでしょっていうふうにバカにしてるわけそれがクソなんですよ、ね、今代表者が定まってないっていうのは法律を作ろうとする人たちでしょそれが政治なんですだから政治の活動においてその人がどういう経歴でどういう肩書きかっていうのは法律を知らないだけど法律を守らないといけない国民有権者に教えないといけないわけ いいですかこれマサチューセッツ工科大学に私、入ったことありますけど、これを言って選挙に出れば、おそらく当選します。福永弁護士、はいいですか私はマサチューセッツ工科大学に入ったことあるんです。それを言って選挙に出ればあの当選します。だけど、これを辞典の人とかが追及して公職選挙法で絶対やってくる。そして、おそらく場合によっては私、過しされます。ね それで言ったら。入ったことあるというのは事実だけど、それは領地に入っただけであり、留学してる時に領地に入っただけであり、入学はしてないわけ。学歴を詐称したように感じ、捜査機関が思ったならば、私をカシャンしてくるでしょ。それだけ重要なんですよ。なぜかというと、法律を作る組織だから、政党っていうのは。その政党の代表者を決めろって言ってるのに、政党で決めろって言ってるのに、決めれないわけでしょ。そして、大津彩さんは選挙に出てたって。 神奈川県知事選挙に出てて万票取ってるわけその間に代表じゃねえっつってんのがこの,このタチピーとかでしょ <laughs> ねだからあのサンソンチャンネルさんが、ね、裁判に行ってきたそのね、えー、その、えー、だ中で、えー、裁判判例の中に、ね、その代表者政治家女子48等の代表者は大津やかであるって書いてある大津やかに決まってんじゃん。 法律を学んだことない人に裁判官が丁寧に教えてやってるの。ね綾野イサイドに丁寧に教えてやってるわけでしょ綾野アさんって法律の専門家ですか綾野剛さんって福永弁護士、綾野剛さんって法律の専門家ですか違いますよね ね、あなたたちが丁寧に教えてやらないといけないんじゃないですか法律の専門家が丁寧に誰が代表者かを教えてやらないといけないんじゃないですかそれは政治家女子48党っていうのは NHK 問題をやってて、ね、実際はやってないんだけど NHK 問題をやってるふりしてる解決させたふりしてるんだけど、ね、その NHK 問題をやってる人たちってのは法律を作ろうとする組織なわけ。 ね、その法律を作ろうとするも組織にお金をは出してもいいですよって言ってるわけだから斉藤健一郎さんで私は認めてあげたわけよ斉藤健一郎さんで認めてどうぞ政党交付金を使いなさいって言ってるわけ国民はね総務省も同じ意見ですよ総務省と私はねそれを止めてるのが理想なでしょ何一金,金融機関ごときが政治活動を止めてるんですかっていう話 正当女性法違反じゃないんですかもしそのリソナが止めるっていうやつはいやいやこれは立花さんに言われたから立花さんが YouTube に晒したからとかって言うんだったら立花さん悪いでしょで立花さんはなんと政治家女子48党のこう会計責任者であるね。 それ7月の段階から私は会計事務局とかで無職のおっさんとかね、誰でしたっけ、黒川さんが言ってた、これ私言ってるんじゃない、無職のおっさんは黒川さんが言ってたからね、それに誘導されないわけ、私。だから穂高ちゃんが 実は会計責任者なんですよってばらした瞬間に「穂高ちゃんそれは多分橘さんサイドはえあの事務局でそれ,それが解任されたっていうことで重要なポストにいるっていうふうに例えば堀右衛門新徒の代表者が橘隆で会計責任者が斎藤健一郎なんだけど <laughs> そういうのそういうの全部言わない方がいいですよ穂高ちゃんやめた方がいいですよ」って思ったんだけど穂高ちゃんはもう知らないから東京大学出ちゃってるから言っちゃうわけね。 まあいいんだけど、その中で、ヤマピー、ケンピー、スエピー、ホンピー、ミカピー、マリピー、まあここまでは皆さんが大体こういう人たちがかさ,さってるのかなと、あと、まあ誰も知らない本当の事務方ね。ね。あの、大津屋さんに給料をよこしてくださいって読み上げた、<laughs> 読み上げた人とかもこの中にいるかもしれないんだけど、事務方としてね。でもその中に、パパピーも一応入れ添うかなっていうことね。パパピー。 要は、大津彩かさんが指先が腐るほどにいやいや、指先ゾンビ化するには相当の,、えー、その強い意図がないといけない。操り人形で操ってるんだけど、この強い意図がないといけないわけね。ね。では、例えばこれ複合的な可能性があるから、パパピーとヤマピーがつながってるとかね。そういう複合的な感じが。あ,あと、これ弁,弁護士さんとかね。 大津彩さんサイドにいる弁護士さんって実は立花さんサイドの弁護士さんとつながってるって可能性もありますからね特に福永弁護士とかでめちゃくちゃ怪しいですよね,ね法律の専門家じゃないのよ多くの国民は有権者はねでそしてこれ市民団体がこういうことやってるんだってまだわかるよ市民団体じゃなくて国政政党がやってるわけ代表者教えろっていう話代表者を決めて代表者を教えなさいって そして、8300万円、腐らせて凍結させておくんだったら、国民に返せよっつってるわけ、私は。返さないこと自体が政党女性法違反じゃないかっつって。ね。我々の税金を吸い上げて、我々の働きから吸い上げて、吸い上げたやつをそこに凍結させておくどういうことですかって話。ね。それを NHK 問題に使いなさいって。もしくは金返せやって来てる人いたんだったら、その人たちに返しなさいよ。 かた、ね、くなに凍結させておくんであればそれを返したくなくてそういうことしてんじゃないんですかっていうふうに見ちゃうようがった見方でねそれを言ってるのはこの高澤さんという人がコメントで1個前のやつねそれ言ってるわけ、ね、11億円の詐欺事件の可能性もありますってことねそれだから、ね、いろんな間接的なこの動きの情報から、ね、11億円返したくないんじゃないかっていうふうに思,い思えてくるわけね そこで一番ベストだったのが大津彩さんという人物だったんじゃないの。だからもうそもそもがピエロが欲しいんだけど、そのピエロは他の人じゃ無理なのよ。大津彩さんじゃないと無理なの。純白のトレスを着た人じゃないと無理なの。白くないと無理なの。だから分かっちゃうのよ。白,白いから私の動画に触れてくるの。今まで何年間も活動してきて、普通触れないんだけど。 触れたわけでしょそしてそれに美容師柴田さんなんかも絶対触れてこなかったんだけど触れたわけそのね触れたわけこれ分かりやすいのめちゃくちゃ分かりやすいのよ私はやってきた本人だから情報発信してきた本人だから発信1回じゃないからずっとやり続けてきたから分かるのよその変化とかねこのチャンネル登録者数のほとんどが SNS マフィだよだっていうのも分かるわけコメント見てくださいよ <laughs> こんだけチャンネル登録増えているんだったらね、昨日一本前の斎藤疑惑と同じようなコメントがバーって乱立するはずなのに、急にシーンってなったでしょだってシーンとなるような動画作ってるから、私が。簡単に言うと、マジな動画作ってるからね。そういった見方がですると、あの福永弁護士のやつだって、福永さんだって知ってたんでしょっていうふうになるからね。 それはそうですよ綾野の剛,の <laughs> の剛の裁判に携わってて、その裁判資料とか見てるわけでしょ大津彩香が裁判あの、代表者だって分かってるわけ、ずっとね。だから、ちょっと罪だと思うんだよね。ああいう弁護法律を学んだ人が、国政政党のそういう情報発信に介入してるわけだから。だから、私なんか福永弁護士も SNS マフィアに認定した、これ個人的な感想だからね。<laughs> れじゃあからそれが侵害ですって言うんだったら、やってくると思うよね。 弁護士さんですすからやってくると思いますけどね法律を知らない人たちなの、我々だからやってくるわけでしょ、法律を知らない。で、あなたが情報発信してるのはだからさ、あの福永弁護士が情報発信してるのは、法律を作る側のほう、いいですか、法律を作る側のほう、要は有権者をなめてるってことでしょ、有権者が誰が代表かが分かんないっていう状態をしていくことを望む人でしょ。 ね、自分の綾ゴーの裁判の中で、ささ判決文に、ねえー、大つやかですって書いてったんだったら、大つやかですっていうふうに国民に対して伝えるべき責任の立場にある人じゃないですか、法律を学んで弁護士という立場だったら、そういうふうに私は思うんですよね。それか、何も言わないお口ばってミッフィーでしょう。ね、政党,政党のことに関して口出すなっていうか、政党っていうのは政治活動ですから、何回も言うと。 その政治活動というのは我々の国民の税金で動いてるわけだからね。もしくは政党を支持する寄付ね。だからちょっと罪なんですよ。あの、あの、ね、サンソンチャンネルさんは、ね、そのまま国裁判所がそういうふうに認めてるよってこと。裁判所は嘘つかないでしょもしこれ嘘だと言うんだったら、うん、ね、国家賠償法かなんかでやれる、裁判、裁判官のやつでやれるかわからないけど、それは詳しいでしょ なんかでできるはずですよね政治家女子48党の代表者は大通やかですっていうふうに判決文の中にあるんだからね判決文の中にあるわけこれはあのサン,ンンサンソンチャンネルさんをこういうなんかに絡んでっているわけじゃないけどごめんなさいね名前出しちゃってごめんなさいで,でもそれを言って伝えてくれたのはサンソンチャンネルさんですからね 我々知らないから、そういう裁判の話とかも知らないし、裁判をウォッチャーしてる人が、判決文の中に、政治家女子48党の代表者は大津彩香であるっていうふうに書かれてるわけでしょちょっと,ょっと、私見てないので、見れないので分からないですけど。ね。だから、仮申し立て、なんでしたのかなって思ったの。 いいです借り申したって何でしたのかなと思ったんですよ私は大津屋さんが借り申した私は時間稼ぎだなと思ったの最初はねまあまあねなんで今も時間稼ぎだと思ってるけどね <laughs> 時間稼ぎだと思ってるんだけど今もね だからそ,れその期間はちょっと、私の見立てでは1、2ヶ月だから、そろそろ解除しないといけないんだけど、解除できないっていうのは分かってきたら、あ、これ、時間解析、3年スパンぐらいの時間解析だったのか、みたいな感じに思い始めてるけど、仮申し立て、彩加さんできるわけないですよね。弁護士が携わってますよね。その弁護士がもし、立花サイドの息かかってたらどういうことですかね もしかすると、福永弁護士さんとかもつながってる可能性がありますよね。いいですか失敗小僧さんいいですか我々は壮大なそういうのも見せられている可能性があるわけ失敗小僧さん、いいですかね優秀な弁護、刑事事件で優秀な弁護士さんなのかもしれないわけでしょねあの <laughs>、いいですか大津役さんサイドについた弁護士さんは優秀な弁護士さんかもしれない。それを否定したのが福永弁護士ですよね。 福が弁護士否定ししてましたよね確かに優秀かもしれないけど、その弁護士事務所の中にいる弁護士でしょそれは優秀かどうかわからないみたいな感じでやんわり否定してましたよね。優秀かもしれないんだけど、それはその,その弁護士事務所にいるだけでやってっていう話をしてましたよね。その瞬、そういう動画で怪しく思えてくるんだよ。逆に。いや だから私はだからその失敗小僧さんを疑ってるわけじゃなくて失敗小僧さんは素直にそういう今までの経緯から多分そういう動画を上げたと思うんだよね。それにすぐさま反応したのが福永弁護士でしょ。今回のサンソンチャンネルさんのやつもすぐさま反応したのが福永弁護士でしょ。じゃあ福永弁護士と例えば大津谷彩さんのその裏側にいる弁護士さんがつながってたら仮申し立ては当たり前のようにやったのやったっていうことでしょ。 かかりますか却下になるの分かって完璧に予測してたよね、福永弁護士。完璧に1ミリも1ミリも変わらないで仮申し立てをそう当てた人ですよ。それは今回の登記に関しては外したわけ。登記変更は入らないというのね。私もだからそれ見てたから、あ福永弁護士ってこういう優秀な人なんだって思ったから、私もね、今回の変更登記取るんじゃないかと。しかも条文を見ていけば別に 立花さんの印鑑でもいい、立花さんと斉藤さんの2人で印鑑でいい、だから大津役さんが印鑑返さないという話が本当だとするならば、その2人でいいんじゃないかって思ったからね、そもそも立花さん立ち上げた人だし、変わってからまだ何ヶ月かしか経ってないでしょ。で、そして死んだ場合どうするのよって散々福永弁護士言ってきたでしょ。だから死んだ場合書かれてないから、これ放送法64条と同じ、受信機を設置した者が死んだ場合どうするんですかっての放送法に書かれてないわけ。 ね、実,実態上は、その死んだ人の息子さんとか、ね、配偶者ですとか、そういう人が設置してないのに、そのまま契約を引き継ぐというのはほとんどなんだけど、ね、それと同じで、代表者がい、ね、印鑑をホールドしたまま死んだ場合には書かれてないから、それはある程度、千葉の法務局の裁量,裁量があるわけ、法務局ジャッジメントができるわけね。じゃあ、今回、印鑑返さないって言ってる人ですよ、だから法務局ジャッジメントができるわけね。 ね、それを見事に外したんですよ、福永弁護士。怪しいですね。仮申し立ては100%、だから私はね、知らないのかなと思ったの、政党女性法のこととか、その手続きのこととかね、これとか、これとか、立花さんから聞かされてないんじゃないかと思ったんだけど、聞かされてんじゃねえのね福永弁護士、聞かされてんじゃねえのあなた。あなた ね、壮大なスパンで国民をダマくらかそうとしてませんか大丈夫ですか、ね、我々は法律知らない人なんです。いいですか福永弁護士。法律を教える立場にいる人たちじゃないですか法律を学んだ人は。学んだ人は法律を知らない国民に対して教える立場じゃないですか代表者知らねえっ,って言ってるの、我々、ね。裁判所も知らねえっ,って言ってるの。 早く政党が教えなさい。教えないとするならば、政党交付金返してもらいますよ。8000。少なくても、8360万7500円返して、返してこれ、国民に。腐るって。それか使えって。口座凍結解除して使えって。ね。なんで使わないんですかなんでリソナが口座凍結ってんのね。大津屋さんがリソナを訴えたら、今、 止めているリースナースは負けるよ、多分だって全部法,法律上、ね、サンソンチャンネルさんが言ってる通りに、法律上代表、政治家女子48党の代表者は大津やかであるって言ってるんだから、その代表,代表者が行って、ね、会計選手、禁輪者関係ないからね。 会計責任者は会計上報告しないと、えー、いけない立場であるから、会計上の責任を負うから、それ大津屋さんが使って、えーね、ちゃんと報告してるのに、立花さんがやらなかったら、それ大津屋さんの横領じゃなくて、立花さんが貸しゃんだからねで。そんなこと知ってるわけでしょ福永弁護士。非常に怪しいんですよ。はい、以上です。